僕らのミステリー学園は1985年12月に出版された佐藤真莉子による改正者の作品。2004年3月、ジャイブのカラフル文庫で復刊。佐藤真莉子のミステリーシリーズ第2作。主人公の伊藤和也は世田谷区立赤松小学校の小学校6年生。赤松小学校には赤松三大ミステリーという代々伝えられてきた。 噂があった。ミステリー好きの和也は、クラスメイトの山田武雄、り介富澤誠と一緒に、噂の真相を解明しようとするのだが、佐藤真希子のミステリーシリーズ第2作目、第1作目、僕のミステリー新聞同様、赤松小学校を舞台とし、発表当時社会問題であったいじめを主題としたもの。ただし、前作の主人公、 水島哲也が一人で行動していた、いじめられっ子に対し、今回は複数で行動し、主人公、カズヤ自身も、いじめる側、いじめられる側でもない少年である。前作は、古代遺跡を絡めていたが、今作は、学校の階段や心霊現象を絡めながら、少年たちの成長を描く。なお、今作のみ他のシリーズとの関連はなく、唯一独立している。 1980年代発表のため、当時の世相を思わせる描写が多い。この作品で赤松小学校について詳しく言及されている。赤松小学6年生。好きな食べ物は餃子と焼肉。嫌いなものは人参。勉強は体育が好きで算数が嫌い。オカルトの中でも心霊現象が大好きでラップ現象や、 憑依例や自爆例といった知識が豊富。心霊現象に詳しいという点を除くと、ミステリーシリーズ5作の中では、比較的普通の小学生である。クラスメイト通称、トミー。5年の2学期に静岡から転校してきた。長髪で分厚い眼鏡をかけており、泣き虫で運動を痴。女子に何を言われても言い返せない。そのため、いじめられっ子であり、いわば前作。 僕のミステリー新聞の主人公、水島哲也と同じキャラであると言える。通称、ロイヤル。クラスで一番体がでかく、喧嘩も強く、すぐ暴力を振るう。その風貌と家が、バーバーロイヤルという利用店を経営していることに、ちなんで、ロイヤルと呼ばれている。伊藤和也とは5年生から、同じクラスとなった。伊藤和也曰く、単純でお人よしである。実際、 物語中でもそれを感じる行動が多い。ドラえもんに登場するゴ田武タを彷彿とさせる。名字不明。伊藤和也とは一年生から同じクラス。作中の描写にはないが、イラスト上ではそばかすのある少年。常日のロイヤルの腰銀着のような存在。ドラえもんに登場する骨川、スネを彷彿とさせる。先生その他上級生から下級生へと、 語り継がれている学校の噂。今で言うと、学校の階段である。体育館に近い北校舎の玄関の靴箱の脇のロッカーのうち、13番のロッカーはなぜか鍵がかかっており、開くことはない。武士の生首が入っているという噂もあるが、1985年、当時、開けてみたところ、一枚の絵があるだけであった。理科室の壁に貼ってある。 解剖図の心臓から夜になると血が滴ってくる。夜になると資料室からしくしく鳴き声がする。ありがとうございます。